こちゃん。かけこでございます。ということで、今日なんですけども、朝市にやってきております。今日狙うお魚なんですけど、カニ。それも、取れたてほやほやの、ワタリガニ。僕の最近めちゃくちゃハマってる料理、ケジャンを作っていきたいと思います。ケジャンっていうのは、韓国のワタリガニ料理なんですけど、醤油ベースのカンジャンケジャン。これが大好きなんですよ。よく買うんですけど、買うとかなり高いんですよ。朝市で買うと、ワタリガニ安いんでね、狙っていきます。それじゃあ早速、向かっていきましょう。やっぱ安いね、タルだし、アサリ1000円これけどちょっとちっちゃいな。あっちのもう一個栄えたところにあるかな。できればね、この拳ぐらい、甲羅が拳ぐらいのやつが欲しいんだよ。メスが多いな。どういう風に違うんですか、これ。入ってる量一緒っぽいですけど。ちょっとこっち大きいのが、ちょっと大きいのが多いね。そう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 。じゃあこっちもらいます。大きい方。丁寧に振り切る。あ、もう一枚振り上げて。ありがとうございます。ドーマンだ。ドーマンガニと、あとこれ平爪ガニかな。これもついでに作るか、一緒に。1800円安いし、これもらおう。1800円。3種類のカニを買ったんでね、企画。ただいま、ということで、本日の食材がこちら。市場で買ってきた3種類のカニっていうことでね、それではこちらをさらいていく。はい、ありがとうございまして。本日の食材がこちら。ドーマンガニ、ワタリガニ、ヒラツメガニ。っていうことでね、とってもいいカニが安く買えました。カンジャンケジャン、ワタリガニは結構見るんですけど、ドーマンガニとかはね、見ないですね。だ、高いですからね。しかも鮮度もこう、まだ生きてるんで、めちゃくちゃいいんでね、美味しいケジャンできると思いますので、今日はこちらの3種類のカニを使って、カンジャンケジャン作っていきたいと思います。おー、逃げる逃げる。すごいんですよ、これ。まだこれ、ハサミも切ってないんでね、危ないです。そしたら、まずは、一度、このカニは置いておきます。まずは、カンジャンケジャンのタレを作っていきたいと思います。材料がこちら。醤油、焼酎、唐辛子、水飴、干し椎茸、煮干し、大根、長ネギ、生姜、ニンニク、玉ねぎ、リンゴ、そして水ですね。ケジャンのタレの作り方、かなりご家庭によって違うんですよ。まあ、勘で作っていきたいと思います。そしたらこちらのお鍋に、こちらの薄口醤油と濃い口醤油、これをブレンドして入れていきます。はい、そしたらここに水も加えます。醤油1に対して水2ですね。で、火にかけます。ちょっと多いので取りますね。水飴を加えていきます。水飴って綺麗ですよね。韓国では水飴はよく使う調味料みたいですね。煮干し加えていきます。椎茸も加えていきます。そこに鷹の爪で、玉ねぎ、生姜、ニンニク、大根、リンゴ、ネギですね。ネギは青いところを使います。これで30分ほど煮立てます。タレを煮込んでる間にカニを洗っていきましょう。こういう風に買ってきたばっかのカニだと、こういうとこに汚い汚れがたくさんついてますんで、ブラシでゴシ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 洗っていきます。ケジャンは生で食べるものなので、ここはね、ちょっと手抜かずしっかりやっていきましょう。元気だなこいつ。はい、このように綺麗になりましたと。これを全部やっていきます。それでケジャンに向いてるワタリガニの選び方なんですけど、ケジャンはワタリガニの卵、これが入ってるととっても美味しいんですよ。なのでまずはこういう風にメスを選ぶこと、これが第一と。で、メスでもこの卵が入ってるやつと入ってないやつ、結構差が激しいんですよ。で、どこでわかるかというと、まず持ってすごくずっしりしてる個体ね。で、卵がある個体はね、多分ね、ここが若干黄色くなるんですよ。この個体もね、ちょっとこう黄色いんですよね。わかるかな、若干黄色いの。もっとわかりやすいのいないかな。あ、これとかわかりやすいな。この辺がね、若干黄色いんですよね。ドーマンガにはね、もう打ち粉がたっぷり入ってると思いますんで、ケジャンには最高に合うと思います。はい、それではこのように綺麗に洗いましたと。タレもいい感じに出来上がってまいりました。すげえいい匂いするんですよ。なんとも言えないこうね、美味しそうな匂いがします。そしたら仕上げにここに焼酎を入れていきます。本当はチャミスルとかね、あっちの方の焼酎があればまた雰囲気出ると思うんですけども、今日はキッチョムでいきます。日本酒じゃなくて焼酎、
これを入れると生臭みが抑えれるみたいですね。で一度火を落として焼酎を入れていきます。で軽くかき回してでこれを冷ましていきます。そうしましたら煮だれも冷めましたのでいよいよカニを漬け込んでいきます。きれいに洗って煮沸消毒した壺の中にケジャンダレを入れていきます。そしたらここに皮を剥いたニンニク、鷹の爪、で先ほどの出がらしの椎茸、これも入れます。生きてるカニを入れます。ちょっと一見残酷そうに見えますけどこれが正規の作り方ですので美味しいケジャンになってください。そうしましたら蓋をして冷蔵庫で2日から3日漬け込みます。というわけで3日間経過しました。開けていきましょう。オープン。どんな感じに使ったでしょうか。これが平爪ガニですね。で、ここら辺がちっちゃめの渡りガニですね。一匹ね、渡りガニ大きいやつあったんですよね。あ、あったあった。ここら辺。これ素晴らしい渡りガニ。多分これはね、卵めっちゃ詰まってると思います。なんかそんな感じする。すごくずっしりしてます。これが今日の目玉、ドーマンガニ。トゲノコギリガサミですね。そしたらこの渡りガニのちっちゃいところ、ちょっと食べてみましょうか。これはオスですね。剥いてみましょう。お、いい感じに出来上がってますね。半分にこう割って押すとビュービュッとこう出てくるんですよ。これを食べます。あんまやばめちゃめちゃうまい。大成功だ。全然生臭くないですね。でカンジャンケジャン、これで完成となります。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。さあどれからいこう。ドーマンガニ、ワタリガニ、ヒラツメガニですね。じゃあまず定番のこちらワタリガニからいただきます。この黄色いの全部卵です。でこの横のヒレヒレを取ります。でくちばしを取っていただきます。うん、まなんじゃこりゃ。一見色が薄いんで味染みてるのって思うんですけど、しっかり味染みてます。次はこちら平爪ガニ。味噌がすごい。いただきます。うわ濃厚。うさっすごいなこれ。ちょっと苦味があるね。身をいただきます。いただきます。美味しいけど渡りガニほどの甘みはないかな。次はこちらドーマンガニいただきます。ほら、甲羅にもたっぷり卵と味噌が。ヒレヒレを取って、うわすごい、これ全部卵じゃん。これやば。いただきます。うん、やうまこれ。うん、この3匹のカニの中でダントツで美味しい。甘みが段違いだ。うまい。白米を用意しました。白米にケジャンをかけます。
いただきます。せーの、でん。銀色のやつ。ちょっと今日はね、マイクを変えてみました。ASMR 風のマイクにしてみました。どうでしょうか？はい、こちら。ちょっと音を意識しすぎたせいか、5対5。いただきます。なんか口数が減ってしまいましたね。それじゃゆっくり、食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は、朝市で仕入れた新鮮なカニを使って韓国の料理ですね、まあ、伝統料理なのかな、カンジャンケジャンを作ってみましたけども、めちゃくちゃに美味しかったですね。僕のいつも買うカンジャンケジャンは冷凍してある既製品のやつなんですけど、全然味が違う。やっぱ自分家で作った方がもうなんかカニの臭みがないですね。またこの卵と味噌とこの身が口の中で相まって、もう何とも言えない味になるんですよ。ぜひみんな食べてみてほしい。本当に美味しいから、完全にハマりました。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。